ダニエル・デレオンダニエル・デレオンは、アメリカ合衆国の共産主義者、労働運動家、ユダヤ人、カリブ海のオランダ領キュラソー島で生まれ、ドイツとオランダで教育を受けた。この時ヨーロッパでマルクス主義を知る。1874年に帰国して、ニューヨークのコロンビア大学に入学すると、社会主義運動に加わり、1890年には、社会労働党に入党し、 機関神、ザ・ピープルの編集者になった。やがて20世紀に入ると、彼は、アメリカ社会党の指導者の一人となり、1905年には、当時労働運動の主流派だった、アメリカ労働総同盟の保守的な傾向に、反対して急進的労働組合である世界、産業労働者同盟を結成した。しかし政党派、マルクス主義者だった、彼は、政党との連携による、 政治闘争を主張し、ストライキ等を主張していたビルヘイウッドら、直接行動派と激しい論争を繰り広げたが敗れ、1908年にイーワを離脱した。離党後、彼はデトロイトでイーワの分派である労働者、国際産業別組合を結成して、運動を続け、1914年ニューヨークで亡くなった。政治運動を重んじるサンディカリスムと政党派、 マルクス主義を結合した彼の思想はデレオン主義と呼ばれている。ありがとうございます。